21日水曜日、時は早稲田タウンフェスタ広場にて、バサジー大分2017-2018シーズンファン感謝デーが行われました。会場には雨の中多くのお客さんが来てくれましたよ。まずはじめにキャプテンの加納選手が挨拶、ファンの皆様へ感謝の言葉が伝えられました。そして台本にはなかったのですが、石崎選手がこの日の実行委員長として挨拶をすることに、早くも急な無茶ぶりに戸惑っています。キックオフ、見事開会宣言を行ってくれました。そしてメインイベント、誰が何を仲良し指名ゲーム。お題が書かれた抽選ボックスの中から何をするかを選び、さらに抽選で選手やお客さんを選んでお題を実行するというコーナー。まずは田村健人選手、お題は PR 動画撮影、こちらの男性と一緒に撮影します。来シーズンはバサジー大分優勝するぞ。カメラの前で仲良くバサジーの PR をしてくれました。ありがとうございます。今度のお題はお姫様抱っこ。まずは山津田選手が森村選手をお姫様抱っこのはずですが、なぜか組体操でサボテン、もうめちゃくちゃですね。今度は白方選手がお客さんをお姫様抱っこ、しっかり抱え上げました。お見事。続いてお題はスケッチ、米村選手がマスコットキャラクターのバサルに挑戦。これはちょっと似てませんかね。バサルも怒っていますよ。他にもいろんなお題で選手の一芸が披露されたり、ファンの皆さんと楽しい時間を過ごしました。その後は抽選会が行われ、全選手がそれぞれ私物をお客さんにプレゼント。最後は選手とファンの皆さんとの交流が行われ、今シーズンのバサジー大分と皆さんの最後の時間となりました。今シーズン応援いただいたファンの皆さん、温かい応援ありがとうございました。また来シーズンもバサジー大分をよろしくお願いいたします。ここでお知らせです。バサジー大分2018-2019シーズンのマイレプリカユニフォーム発売予約開始、新しいデザインも発表されています。詳しくはバサジー大分ホームページをご覧ください。